じゃあ、次もやってもらっていいですか。あのラブシーンなんですけど衝突やな、はい、あの説明してないから、あ、まあ、ちょっと説明したんですけどあ、これはやったんやけど、あ、はい、あの映画の音を撮ってるんですよねあ、次はラブシーンなんで、あの甘い感じなんですけど、誰かやりませんか。やっぱり女性ちゃうか。女性です。あ、ピアノ、あ、ギターでもいいです。僕はできない。いやらしいなって言うけどな。じゃあ僕もやろうかな。他はちょっとドラム欲しいですね。あそれは本当だ。いつもどうですか。ちょっと怖いです。あ、いらっしゃいませ。あ、そうですか。バックボンドが。ああ。あ、倉本さん。倉本さん。あ、マイクがいる。絶対いる。あ、そっか。から。いや、まあ、使ったらいいんです。トランペットとかぶると。トランペット、マイク、なし。全然いいよ。唯一楽しいのは女を抱くときだ。夢の中での成功は現実と比べ物にならないほど気持ちいいとマイケルは言う。マイケルは夢の中に突入して11日目にナターシャという女に会った。そしてその夜2人は抱き合った。ナターシャの体は夢の中では珍しい五体満足だった。ナターシャの体に触れながらマイケルは言った。君は本当に夢の中の人間か。ナターシャは何も言わずマイケルの肩に手を伸ばした。
ね。